はい、渡辺です。今回はね、スペシャリスト02渡辺のクロスのスワットアレフティ装備チャージフラグのクロスでマーセナリーニュークタウンモスビットのハードポイントをプレイしてみたいと思います。これはいいですよ。このゲームモード最高なゲームモードです。あ、これまた赤立てのスタートだね。これ有利なんですよ、このサイト、このスタート。目標が左側にあっていいっすよ。はい、ガブルズワイ。カードポイントを確保。敵を引き離している。カードポイントを失った。遅れを取っているぞ。いるね。よしよし。カードポイント占拠。適当に投げとけ。合わせようか。ちょっと、裏取りするちょっとな。合ってる。まだ分からんよ、これ。ハードポイントを失った。お前はもう死んでいる。あ、体力が回復できてない。ハードポイント強行中。よし、連続キルが決まってます。上空に敵の UAV。 ハードポイント占拠。敵が上空に CUAV を展開。あ、ゴッキール。ナイスナイス。あ、ここは移動した。ひたすらぶっ放せばいいんだよ、こういうのは。敵のスナイパーヘリが接近。スナイパーレール もう出してるんだ、早いな。敵さんあまり旗意識が ねえんで、ちょっと盛り上がりにかけるが。ジャンプピョン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 すんな、これ。ハードポイントを特定。よし。ありゃ仕留めたな。敵がハードポイントを取った。バンバンキルしていってレベル上げしていきたい。ハードポイント占拠。面白い。やっぱサイトついてる方がいいな。サイトついてなかったらさ、何と遭遇したって11キル。ちょっと調子悪いな。まだあんまり寝起きなんで、そんなに。ハードポイント競合中。ハードポイントを失った。隠れてるよ、ここに。敵の UAV が展開している。ここに。あ、死んだんだ、これ。ハードポイントを確保。あー、ちょっとやめろ。ハードポイントを失った。ファイアブレック2人いるな、敵。うちらは1人しかいないのか。2人いないと厳しいな。2人いたら強いのよ。よし、アイスピック。アイスピックだぞ、アイスピック。あ、近くにできるな、これ。これやってる最中に死ぬ場合があるんですよ。よしよし、もうちょい。よしよし。センサーを使う。あ、いるがいるな。フラグ投げよう。お前。でもさ、試合にはでも勝てるんじゃないか、これ。キルがあんまできないな、これ。さ、26キルか。結構キルやってるな、敵が。トップが。よし。粘り勝ち。よし。強豪。あぶ。回復。ハードポイントを確保。ハードポイント向こう。敵のヘルストーン。ヘルストーン。スコストが繋げられないね。ハードポイント強豪中。ハードポイントを失った。ハードポイントを確保。ハードポイント強豪中。
バンバンキルできない。圧勝してるからすごい。ファイアブレイクのピュリファイア出してるからな今。無闇やったり近づけない。ダメだ、だんだん追いついてきてるよこれ。これピュリファイアまだ終わってないよ。ここで敵の UAV が旋回している。敵が上空に CUAB を展開。ハードポイントを確定。ハードポイント占拠。こっからですよこれ。味方とくっつきたくないって。だからくっついたからやりにくかったって。敵のスナイパーヘリが接近。ダメだなこれ。キル数がハードポイントを失った。よし、上空に敵の UAV。 あのファイアブレイクめっちゃやりにくいわあいつ。43キロやったらこれめっちゃやりにくいってことだ。ハードポイントを確保。ハードポイントを特定。敵がハードポイントをダッシュ。 UAV を要請する。しない。ハードポイントを確保。爆臭はしなかったか。ハードポイントを失った。うまい。追いついてきてるじゃないこれ。大したで勝ってたの。上空に敵の UAV。 ハードポイント強固中。ハードポイントを失った。大回りした方がいいよこれ。ハードポイント占拠。ファイヤーブレイカーケアパッケージを要請する。敵の RCXD を発見。ダメだな、キルできないな。あのファイヤーブレイクめっちゃにくいなあれ。ハードポイント強固中。ハードポイントを失った。ハードポイントを確保。キルがちょっとできないなこれ。敵のスナイパーヘリが接近。キル数持ち上げていけんけど。作戦エリアに敵のガードを感知。ハードポイント強固中。勝利は目前だ。必ず掴み取れ。ダメだな。ハードポイントを失った。もうちょっと頑張らんといかんが。タコム UAV を送る。敵が上空に CUAB を展開。上空に敵の UAV。 アイスピックやろか。 UAV、 おお結構出てるよこれ。カウント UAV と UAV でしょ。下のなんだこれ。あ、スナイパーより高いか。あ、終わったのか。スナイパーよりは結構ポイント稼げるこれ。よし、ハードポイント占拠。結構あんまりポイント入らないよね。ライトニングストライクの再スティングを行っている。 CUAV が作戦エリアから離脱した。シューブハックしてる。ハードポイントを確保。脅威を処理した。派手に行くぞ。決まれ。よし、敵のライトニングストライク。ライトニングか。敵の RCXD を発見。ダメ。ハードポイント競合中。ハードポイントを失った。結構すごいあるぞこれ。バッテリーはライトニングストライクを要請する。脅威を処理した。ダメだこれ。やれつれこいつを。どっちかなこれ。こいつじゃないかな。ハードポイントを特定。八王か。ハードポイントを確保。キル数があんまり伸びんから。ハードポイントを強固中。ヘルストーム発射の許可を要請する。うん。40キル無理か。いっか。上空に敵の UAV。
よしよし。ハードポイントを失った。リアクターだ。オッケーオッケー。敵が何機か UAV を稼働させている。弾数が。よしよし、ギリギリ出した。R6。あ、ダメか。RC。よっしゃ、40キロ。ちょうど。素晴らしい。面白かったよ、でも。でも、対戦が強いだね。圧勝してなければ。よかったんだけど。敵、あ、味方だ。フォレンド募集？だからね、面白いね。やっぱハードポイントがいいな。さっきあのニュークタンのこのドミネーションやったんだけど、ドミネーションは面白いけどね、結構圧勝したらね、早く終わるからね。結構ドミネーションって結構スピーディーだから終わる、早く終わるからね。ハードポイントのが試合時間長いからね。ハードポイント、自分あのハードポイントなんだよね、前から、美容室に来るから。おラスト、バッテリー40キロ面白かったよ。はい、プレミアさんありがとうございました。一試合終わったら大体出るね。あの同じロビーであまりやらないですね。これ一回もヘッドショット出てないの、これ49回だったんですよ。全然進んでないね、これ。レベル上げもやってるからね。ダブル武器 XP 来ないかな。あれなかなか来ないからね。次大口径だね。大口径出たら早いと思うんだけど、これまた使ってやっていくんでね。はい、今回渡辺前のクラスのスワット RFT 装備チャージフラグ、ピンを抜いた後に爆発、 R 長押しで遅らせて投げる、2スペシャリストゼロを使用してマーセナリーニュークタウンモシピットのハードポイントをプレイしてみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。